松山市港町4丁目のアートギャラリー風で春の風展が開かれています。アートギャラリー風では毎月所属する会員の作品を展示しており、今回は17人34作品を展示しています。会員の皆さんそれぞれ旅行先で見つけた風景ですとか、身近な風景、お庭の花など皆さん、取材されて、そして作品にしています。油絵や水彩画、それから水墨画などもあります。今回からメンバーも増えていったりとかして、新しい種類の作品、新しい作風を皆さんにお見せできると思いますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。画風の異なる作品を一堂で楽しむことができます。この春の風展はアートギャラリー風で4月21日まで開かれています。